カレー屋さんだけですよね、でもやってはんのは。あ、今はそうです。昔はなんか違うことされてたんですか？入れ墨入れてる時はあのパチプロをやってました。パチプロヤンキーやんパチンコを週7で行って、パチンコの合間に入れ墨行って、でまた終わったらパチンコ屋に行って休憩さして掘りに行ってたってますか？店員呼んで、すみません掘り掘り。そう、掘り師の先生からはタフだねって言われました。あ、やっぱそんだけ根詰めて通うのがすごいですね。すごい。この紙はどういうあれなんですか？あ、紙ですか？これは紙壁って言うんですけど、うん、あ、下に、あ、そうです、そうです。もうちょっといけますか？何やねんお前、タトゥー見たいんちゃうやろ、お前。ちゃんと見たいから。ちゃんと見たいからじゃない、紙壁。これはなんか堀市の先生が入れてて、うん、いい風が吹きますようにみたいな感じで教えてくれて、で、私も掘ろうと思って。へぇ、下にも文字書いてます？これ、一蓮托生ですね。一蓮托生、あ、もうちょっといけません。タトゥーみたいな、タトゥーを見たいんです、タトゥーを。西本さんのマイベストタトゥーはどれですか？僕もあの足ですね。柄は一個一個なんか柄は全部、まあ、全般に言うトライバルって柄なんですけど、トライバル部族とか民族の柄なんですけど、でもそれえぐい技術っすよね。はい、だからもう彫りし泣かせというか。めっちゃ綺麗で、だってどのぐらいかかるんですか、片足？片足、3年ぐらいかかりました。3年、はい。じゃ、壁画ってもっと大変やったやろな壁画に思いを馳せなくていい。壁画も大変やん、壁画の方が、はい、あれで3年やんから。足一本でお値段は？いや、お前生ハムみたいに言うな足一本で。お安いんでしょ？お安いんでしょ、通販ちゃうね。300万ぐらいだった。300万。ちょっと近くで見ていいですか？あ、どうぞどうぞ。これすごいね、はい、ほんまに。え、これ1個掘ったら、はい、しばらく時間空けないといけないとかあるんですか？本当はいけないんですけど、もうずっと入れちゃってますね。7時間。これはすごいわほんまに芸術。そうですよね、マジで綺麗で。見てみ、近くで見てみ。いいですか？ほんまにすごいあーよろしくな。サリナミナ、サリナミナよろしいな、ちゃうねん。ほんでお前もうええんか、お前はええんか。サリナでもすごない、ほんまに。すごいすごいよ、マジで。なんかでも笑ってる、笑いのツボみたいなやついる。どれ？はい、なんかいろいろ。太ももにアフリカンの柄とか。ああ、ほんまや、ほんまや。あと、かわいい手のひらとかはすごい痛かったです。え、痛かったの？いや、手のひらなんか絶対痛いっすよね、はい、一番痛かったです、ね、手のひらが。はい、ここはなんかもう結構堀氏殺したいなって思いながら。いやいや、掘ってくださいって言ったんですよ、西本さんが。自分で言ったんですけど、その時本当イライラしましたね。わかるっす、はい、わかるっす。わかる、あるあるなんですかそれ。僕も入ってるんで、痛い手。まあなかなか強烈でしたね。へえ。その麻酔ってなんでダメなんですか？ YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭たちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。